坊の塚古墳は、岐阜県各務原市、鵜沼幅町にある古墳。形状は、前方後円墳。岐阜県指定史跡に指定されている。岐阜県では、第2位の規模の古墳で、4世紀末頃の築造と推定される。岐阜県南部、各務原台地の東縁部に築造された、大型前方後円墳である。鵜沼幅町では、本古墳含む、古墳9基の築造が知られる。これまでには 1886.1902 年頃に盗掘にあっているほか、1992年に集合範囲確認調査が、2015年度からは墳丘発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を南西方に向ける。墳丘は3段築成。墳丘長は120メートルを測り、各務原市では最大、岐阜県では中藩大塚古墳に次ぐ第2位の規模になる。墳丘表面では吹石、埴輪が検出されているほか、墳丘周囲には竣工が認められる。主体部の埋葬施設は、後円部中央における縦穴式切割で、前述のように盗掘にあっているが、切割内からは、石製品などの副葬品の出土が知られる。以上より、築造時期は、古墳時代中期初頭の4世紀末頃と推定される。古墳域は1957年に岐阜県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、後円部の発掘調査では3段の段築の1段目、2段目では埴輪は認められず、最上段でのみ円筒埴輪列が認められている。縦穴式切割2017年発掘調査時、天井石4枚と遺体種が散見される。主体部の埋葬施設は、縦穴式切割で、後円部中央に構築されている。この切割は、明治以前及び 1886.1902 年頃に、盗掘に遭い、後円部中央には、大きな盗掘坑が存在していたが、2017年に、この盗掘坑の範囲に限定して、発掘調査が実施されている。発掘調査によれば、切割は、後円部中心から、やや北西に位置し、墳丘主軸と平行の北東南西方向を主軸とする遺体種を積み上げた上に天井石がかけられており、天井石は計5枚が確認されている。切割の全容は明らかでないが、規模は少なくとも長さ6メートル、幅 1.5 メートルを測り、同時期では大型の切割になる。現在、この切割から出土したという遺物が伝承されるほか、発掘調査でも遺物数点の出土が認められている。切割からの出土伝承品は次の通り、馬形埴輪の出土もあったというが、詳細は明らかでない。また、2017年の切割発掘調査による出土品は次の通り、所在地交通アクセス関連施設、周辺注釈出典。ありがとうございます。